今日はピカソの絵が届くのよね。とっても楽しみ。あー、早く来ないかな。お届け物です。あ、やっと来た。ありがとう。お荷物屋さん、あのね、私ちょっと今日これから出かけなきゃいけないから、ここに飾っといてくれません？はい、わかりました。お任せください。じゃあよろしくね。行ってきます。ここら辺？もうちょっと上。もうちょっと上。これでどう？もうちょっと右。この辺かな。しまった。あー、どうしよう。ベラになっちゃった。そうだ、私たちでこの絵を真似して描けばいいんだ。よし、じゃあやってみよう。遊ぼう、笑う、道を叩く。ということで、今からこのピカソの泣く女の絵を真似して描いてもらいます。描けるわけない。よーい、スタート。色鉛筆とかクレヨンとかクーピーとかいろいろあるので、好きなものを使って描いてください。これね、泣く女っていうタイトルです。泣いてるんだからね、泣いてるように描いてくださいね。いろんな色があるから後で塗ってくださいね。あ、泣いてる、めっちゃ泣いてる。泣きすぎてお顔に水たまりみたいなのがありますね。すごいですね。あ、赤い真っ赤。帽子です、これ。帽子を大胆に塗っています。泣く女、ポケットついてるね。ボタンとポケットがついてます。あ、そしてまた泣いた。いっぱい泣いている。涙で服がびしょびしょになってしまいました。あ、おしっこ。おしっこみたいについて。泣く女、泣きすぎですよ、それ。雨みたい降ってきたよ。やば、帽子の上にも。なんだ？数を数えていますよ。ここが何本髪の毛入ってるか数えてました、今。細かいですね。それ10分で終わりますか？できた！できた？え、ちょっと待って、色が全然足りなくない？紫とかあるじゃん。あと黄色とか。この辺の色塗っちゃってください。ちょっと見れないか。あんながまだ描いてるでしょ？この葉はすぐ泣いちゃう。じゃあ、これもアンナに託されました。泣く女の声を聞きながら、アンナが淡々と描いています。お、眉毛。下がり眉ですね、これは。あれ、この葉は復活。急に赤い、違う。いや、ほっぺたなの。赤い、かわいいほっぺたを塗り始めました。ついに目が入りましたね。なんだこれ。雨。こんなの背景雨降ってる。これ普通にお部屋の中みたいですけど、雨降ってるんですか？茶色い何？あんながいつの間にか、そして完成に近づいています。どうした？どこ行ってるんですか、この花さん？字を書いてたの、これ。目が描けなくて、目を見に行ってたんですか？さあ、そして、お、紫。ピンクも入った。どん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 カラフルになっていきます。なんかだんだん見てきた。一方、アンナはまだ黒しかありません。ママゾンが帰ってくるまでだったら大丈夫。でも帰ってきちゃったらバレちゃうよ、これ。偽物を作ってるって。できた！できた？どうでしょうか。これいけるかな？それから色を一気に塗っちゃいましょう。じゃあ、完成はお楽しみに。遊ぼう、笑う、道を叩く。ただいま。おかえりなさい。おかえりなさい。ご苦労様でした。絵の方どうですか？飾ってくれました？はい。どこにあるの？そこです。あ、これなんだか、アマゾンで見た絵とちょっと違う気がするんですけど、本当にピカソの泣く女ですか？これはカバーなんですよね。うん。
はい、素敵なカバーですね。あ、よかったよかった。びっくりした、マモ。よかったよかった。これカバーなので剥がれます。あ、そう、これ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 よね、ピカソの泣く女ってね。あ、お二人ともどうもありがとうございました。ありがとうございました。よかった、これお礼です。よかったら持っていてください。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。すごいすごいすごい。じゃあまた、じゃあまたお願いします。またまたお願いするから、どうぞよろしくね。よろしくね。はい、じゃあお気をつけて。さようなら。やっぱりピカソの絵は素敵だわ。やっぱり泣く女だ。泣く女。この葉はすぐ泣いちゃう。すぐ泣いちゃう。さあ、じゃあこれもアンナに託されました。